よし、続きからやっていこう。前回ゴルダークをとっちめようとしたんだけど、レイナートの体力が持たなかったねえ。嘘でしょっていうとこだよね。コマンド114だよ、兵力114だよ。いや強えわ。ゴルダークもまた化け物だな。とりあえず兵の数は回復、ああなんだ、 HP も回復してるわ。もう速攻潰していこう。まずはこいつ、ここにいる、なんだっけ、ネルソン殺して、上からだな、キッド、アイーシャで鋼倒して最後ゴルダークでいいか。ここら辺はね、こう円形になってるから、どっからでもどの順番でもいけるようになっててありがたいね。で、真ん中にゴルダークいられるよりも、確かにこんなところにいられた方が、攻めるには確かに厄介だけど、合ってんのそれってとこはあるよね。一番でかい城に王様がいないなんて。さあこっち側はもう大丈夫ですね、かなり安定してきて、今日はもうゴルダーク潰します。前回ついに MP が15になったから、レイナート炎を、溶岩じゃねえや、隕石を3回撃てる。隕石3回ってやばいよ。先行の陣で全軍交代、この交代作戦。これが強いんだ。でレイナートの前に兵をいない状態にして、メテオストーン、これが最強。ナイス、行こう全軍前進。やめてよ、やめてくれ。ものすごい兵を持ってくなあいつ。さあじゃあまたメテオストーム撃てる、2回目のメテオストーム。いやもうこの状態、もうすでにこの状態で勝ちだよな、ほぼ。強い。で全軍待機、耐えられまい。結構耐えてる、時間の問題だな多分な。よーし、ネルソン捕らえた。じゃあネルソンを捕らえたので、また兵力をちょっと回復させてから、体力でいいか、体力回復させてから今度はキッドを狙いに行こう。キッドってもともと、あれ、ジュノーンのとこにいるやつだよな。回復してる、よーし、もう次から次へ行くぜ。今回は一切の止まり、一切のその、よーし行こう。今回は一切のその油断がない。油断、余談、余白。おい、やめろ。なんでそんな遠いところに。あ？何？何してんの？何？え？すごい軍勢です。ああ、突撃してきたんだこれ。へえ。ちょっと待って。これはどうすればいいの？なんか全門の虎、肛門の狼とは言わないんだけど、肛門にいるのがなんか犬だから特に怖くはないんだけど、だからといって、どうしようか。とりあえず待つしかないなこれ。先にゴールダーク倒すよねこれ。
ゴルダーク倒した後にせな、いや、うーん、体力がどれぐらい余ってるかだな。こんなタイミングで内政て。よし、ウェインのドラゴニアがこれで、まあまあまあ80いれば OK だから、よーし、よーし、よし、さあゴルダーク、ファンダリアの総攻撃、レイナートが一心で受ける。さあ来い。悪いけど負ける気はしないよ。てか負けないよ絶対。あなたは本当に大陸の支配など望んでいるんですか。うるさい勝負だ。今度場が危ないかもしれない。もしも倒れたらウェインに後をお願いします。我がおっしゃいます。一騎打ちじゃない、あ、一騎打ちだこれ。はあ、一騎打ちで俺に勝てると思ってんのこいつ。おお、なかなか、なかなか怖いね。これ守備の陣でいいんじゃないか。うん、守備の陣でいい。よし、うわー、うわー、すごい、うわー、すごい。さあ、じゃ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 あ、メテオストームといきますか。3回打てるんだ、3回打ってしまえ。見てくれこの強さ。このメテオストームが相手の武将に当たるまでに兵は一体何人死んだ。わからまい、わかるまいよ。強い強い強い。いや、これもう作戦的にはもう 全身させちゃおう。こんなところでホースマンに殺されるぐらいだったら全身させた方がいい。さあ、このラスト一体、ラストホースマンが一体どれぐらい、いや、もう関係ないな。これも結局もう一回メテオストーム打ってしまえばいいもの。このメテオストーム結局耐えれないでしょ。二回目のメテオストーム。どうだ。まだもう一段階メテオストームを残してるんだ俺は。絶望だろうな。これが53万力。やったぜ。キルが良いレイナーと、そうすればお前によって。しかし、ゴルダー君もまた、青龍の一人だったんだね。八戦士の一人だったわ。もうこれでもうゴルダーク軍は全員うちの、配下になってくれるんだっけ？これはどういうこと？どういう状態？あー、こんなことになるわけ？退却っていうのはちょっと俺の辞書にないから。ゴルダーク、殴り合ってきてくれ。死んだぞ、覇王が。覇王が死んだぞ。まあ、やはり、レイナーと、てかちょっと待って、どうなってんのこれ。ん？君主を倒したんだぞ今。お前ら。むちゃくちゃじゃないかそんな。許されないだろこれ。あ、カルハザードだ。なんで？もう意味がわからないんだけど今これ。もう現象が、誰か説明してくれこの現象。おい、なんで戦いに行ったんだあいつら。わぁ、勝った。これぶつかるんじゃないここ。ここも敵対してんじゃないのほら。なんだこれ。なんだこれ。なんだこれ。うわ、ドクロとも来てる。片付けてくれ、誰か。散らかさないでくれ。カルハザード。いつからいたんだ、カルハザードは。俺の捕虜に。レイナーとカルハザード二人旅になっちまったな、これで。いやもう、この後に及んで、この後に及んで退却するバカがいるかよ。きっと捕まえた、そりゃそうだわ。オッケーオッケー。で、カルハザードさん悪いんだけど、もう出てってくれるか。目障りだわ。目障りだからもう、ここら辺にいてくれ、カルハザード。で、レイナートですよ。
レイナーとかこの3人を殺す。これでいいだろう。あれ、なんか倒せる。何が起きたの。は、何やってんだこいつ。何を戯れてるんだこいつ。どこに行く、どこに帰ろうとしてんのこの人たち。みんなどこ行きたいのよこれ。なん、ど、まあいいか。俺が考えたってしょうがないよこれ。まあそれそうなるだろうよ。残党狩りだ、残党狩り。ほら、本当に無駄な時間だと思うこれ。もう次次次次、止まってる暇ない。次だ次。次誰だこれ。本当に誰だお前。鋼を倒して次アイーシャだな。お前どこ行くんだ。お前どこ行くんだお前。遊んでる暇ないぞ。戻れ。何やってんだこいつ。勝手にどっか行こうとしやがって。戦争舐めてんな。よーし。よーし。次だ次。もう一人だけ徴兵しよう。もう一人。二人徴兵しちゃった。まあいい。まあいいや。オッケー。ああ、どこ、違う。終わらせよう。兵は多分間に合わないだろう。ドクロと思う来てる。いやー、片付いてきた。よーし、残党狩りが終わった。あー疲れた。なんなんだ君たちは。なんなんだドクロ島は。一体理由がわからないわ。こうなってくるともう何を目的とした軍隊なんだこいつら。人材だけはいるな。とにかく人材だけはすごい。なんだカトマンドゥか。おい、一人ずつ喋るな。どうした。ドラゴンフォースを手に入れる。簡単に言う、神殿には選ばれし私は南の、あー、でもこれで神殿で行けるようになるのか。そうかそうか。オーケーオーケー。いやー疲れた。次は神殿だな。その前に探索だ。日課の探索。アステアの像が3つも手に入ってしまった。どうしようか。もうなんかレイナートいらないんだよな正直。ソニックブラストとかを打たせるためにウェインとかに持たせててもいいか。アステアンゾーン。なんかウェインそんな可愛がってしょうがない。可愛がってのはしょうがない気がするんだけど。いや、ウェインが弱いんだよ、とにかく。とにかく弱いんだ、こいつが。こいつが弱くて困るから、ちょっとウェインには、ちょっと頑張ってほしい。ということで、とりあえずアステアンゾーンを上げてしまった。まあいいか。ああ、そう。忘れてた。あとゴルダークが今死んでるから起こそう。ゴルダークを起きろ。ゴルダーク礼は言わんぞ。そりゃそうだ。怪我が治りきらないうちに今退院させられたんだからな。これで礼言ってたらおかしい話。いらない優しさだよな。ちょっとゴルダーク黙っといてくれるか。待っといてくれるか。ちょ、こいつは倒すから。で、早く神殿に行かせよう。あー、携帯落とした。あー、行かせちゃったよ。おいもう、勝手にまた出やがって。誰が許可したんだ今。いやー、くそー。
ボタン連打してしまった。いやいやいや、これなんなんこの状況、なんじゃこれ。これはもう一瞬だな。こう、ホーリーブラスト、ドガー、強い。ホーリーブラスト強いよな。頑張れ頑張れゴールダーク、負けるなゴールダーク。闇上がりでよくやるよ。あーあーああしまった。チンタラしないで魔法使えばよかった。魔法というか技使えばよかった。いける、いけんのゴールダーク、すごーい、さすがだな。ヨガ直接手を下す、大丈夫、さっきそれでやられたぞ。おっおっ、必殺技出た、強い。やるやるじゃないかゴールダーク、かっこいい。もう一回行ってみろよその調子で。自分からやりたいですって前に出といてさ、いや仕事終わったからもう休憩しますなんて偉そうな、そんなことできるわけないだろサラリーマンが。お前は戦うんだよ、戦いたくないと思っても戦うんだよ、戦うしかないんだよお前は。そのために生まれてきたんだから。ホーリーブラスト、しょ、半分減らせ、よーし半分減らした。さあ頑張れゴルダーク、当たり前だろそんなんか。勝てそうな時だけ行って勝てなくなって、勝てそうだ勝てそうじゃないなって思った瞬間に逃げようったってそうはいかないぞ。男なら最後まできちっとやれ。消せ。ああ。2回目だわ。2回目だわ、これ、みんな。もう二度と、我が先に行くみたいなこと言うなよ。マジで。絶対に許さないかんな、俺。よし。じゃあもう早速ですが行きましょう。行きます行きます、もう時間がないからサクサク行こう、サクサク。時間がないってね、俺の時間がないから。このゲームの中には永久、半永久的な時間が存在するけど、俺の余裕がないから。じゃあウェインはこれ、兵種交換で、ドラゴニアに。オッケーオッケー。同じく、同じく。ティリスも、あ、ティリスは、もう、ドラゴニアになってるわ。えらいえらい。ほら、帰ってこい、ゴルダーク。本当に礼は言わないだろうな。一生言わないと思うわ。さて、ここからなんですけども、レイナートは、確か、ここだよね。そうそう、森の神殿に行かなきゃいけないんですね。なので、ティリスとゴンゴスと合流する形になります。ここは全員準備完了なのかな？あー、準備完了だね。じゃあもうこの3人はいつでもいいじゃん。OK。じゃあこの3人はいつでもいいので、もうここら辺待機させとくか。うん。そうね。で、これ、ね、3点同時に攻める必要があるんだよね。まあ別に必ず同時じゃなきゃいけないってことではないんだけど、わけあって、3点同時に攻める必要があるので、これね、1つ神殿クリアすることにちょっとイベントが起きちゃうのよ。それがね、なかなか面倒なイベントなんで、もう先にパパパッってクリアしちゃって、一つ全部の神殿をね同時にクリアしてしまって、でそれからにしようかなと。はい、まあまあまあいろいろサブクエとかありますが、興味がある方はぜひドラゴンフォース購入していただいてね、一緒にまたやりましょう。面白いゲームですから。
あれ、もうなんか締めの言葉を言おうとしてるな俺。よーし、準備完了。いきますか。ゴールダーク32レベルでウェイン12レベルって、これなんだこれ。大丈夫なんだろうな。大丈夫じゃないかな。じゃこれで全員行かせるか。距離的には、多分ここが一番遠いんですよ。ここが一番遠くて、次にここ。次にここを行かせる。まだ下はいいかな。まだ下はいいかな。はい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 。半分ぐらいまで来たら、半分ぐらいまで来たら行かせるか。うん。いいペースなんじゃない？ああ、いいと思います。いいと思います。そうそう行かせましょう。そうそう行かせましょう。レイナーとティリス・ゴンゴス、行きましょう。もちろん。さあ、これでほぼ3点同時に攻めることができるんじゃないかな。微妙に差がありそうだったら、どっか待ってもらうわ。まあ結構めんどくさいんだよね。まあでもそんな同時にこだわる必要もないんだけどね。どっちやねん。いや、めんどくせえな。もういやいや、この順番で行かせよう。あー、ついちゃうな。どこ先だ？一番上が先だな。一番上が先だ。よし、来た。石碑があるな。読んでみるぞ。来たー。こいつはギゼルダーク。ゴールダークのお兄さん。よく覚えてるな、俺も。何年前にやったゲームだか忘れたけど、ギゼルダークのことはよく覚えてるわ。ゴルダークよ、地獄に落ちるか、兄貴。あ、もうこれは一騎打ち決定なんだ。てか、もうちょ、向こうも31レベルなんだね。まあもういちいち驚いてらんないけどさ。うわー、なかなか暑苦しいね。ちょっと待ってね。防壁の陣が一番強いんだけど、とりあえず全軍前進させます。全軍前進させて、そこで全軍待機させる。で問題のここでホーリーブラストを出す。そうするとバッコシ、完璧でしょ。なんてこと、なんてこと。どうしようかな。いや、まあいいや、こま、どうしようか。まあいいや、めんどくせえ。こまにしようか。行かせるか。全軍前進させよう。オッケー。大丈夫でしょ、これぐらい。ゴールダーク。なんとでもねって。あと5体。元気。ソニックブーム2発撃つのとクロスラッシュ1発。ソニックブーム2発撃つか。ほい。よしよし。ドゥーツ。でーん。あー、向こうは火の玉撃ってくるのか。結構強えな。この2体、なかなか。やる。まあでも、言って大丈夫でしょ。ソニックブーム撃っとけ。ほらよ。あと2回撃たれたら負けか。アホだこいつ。貴重な MP を、貴重な時間をアホな技に使って。いけ。いや、強い。粘り腰がすごいな。終わりだ、ギゼルダーク。やったぜ。